JR 貨物20バイト型コンテナは、日本貨物鉄道が224個を配備し、1999年2月に運用が開始された12フィート鉄道コンテナである。従来のコンテナよりも高さが高く、車両限界の関係から国旗100系貨車限定となっている。しかし、車両限界に余裕のある線区では、稀に国旗5万型に積載されることもあった。 マイナーチェンジを行った20バイトから1007両、側扉、片つま面3型の開きで、外のリスン法は高さ2600ミ、mm、リメートル、幅2450ミ、mm、リメートル、長さ3715ミ、mm、リメートルと従来のコンテナよりも全高が高くなっている。内容積は19.7立方メートル、最大積載量は5トン。外観塗装はフロンティアレッド一式で、 コンテナ上部に白の帯があり JRF のロゴが配されている。また規格外コンテナであるため、それを示すマークと、古機100系貨車限定の注意書きが、コンテナ側面に記されている。マイナーチェンジを行った20バイトから1000番台もあり、こちらは、側面注意書きが、古機100系貨車限定または、第一積載限界適用と変更されている。すべてが、 東急車両製造大阪製作所製2007年以降はエコレールマークのシールを順次貼り付けた。2021年1月5日、現在26個を使用している。2013年度以降、20D 型や 20G 型、20E 型への置き換えにより廃棄が進められている。ありがとうございます。